あれまだ世界続いてんの、こんにちこ、アキトです。ツイッターやってます。ツイッターではリアルタイムの出来事を投稿、店頭抽選や並びの様子、今どこで撮影してるか、ゲリラリリースやリストックなどの情報も随時更新。あとは YouTube では言えなかった内容やカットしている裏側も公開中。インスタではリア充だった僕が生きって投稿してた姿が、ストーリーは今も毎日更新中。ツイッター、インスタ、リンクは概要欄。それでは今日もよろしくお願いします。てなことで、今日は2月12日土曜日、今日もここ原宿にやってきてます。すいません、笑っちゃう。昨日の動画なんですけど、あれですね、まだ見てない方も多分たくさんいるんじゃないかなと思うんですけど、2個前の動画から続いてて、初めましての方は何のこっちゃわかんないと思うんですけど、よかったら見てください。ドーバーストリートマーケット銀座の店員さんに動画をね撮ってたら、見てる前で消してくださいって言われて、スニーカー買おうと思って並んでたけど買わずに出てきて、でその次の日にわざわざドーバーストリートマーケット銀座の店舗前まで行って、スニーカーでゴッテムするっていう、そういうのを撮ったんですけども、これがですね、全然結果出てない。めちゃくちゃ再生数悪い。はずい、俺ははずい。店前でゴッテムする動画の時に、これはおもろいで言うて、もうめちゃくちゃいいアイデア思いついたみたいな、このアイデア天才やんみたいな言ってて、いやもうこれ1万回は行きますよねみたいな。今この段階でまだ8000台だからね。いやこれははずいね。リアルって怖いね。ドキュメントは怖いよ。これがリアルだから。あ、それ今ちなみに今 ABC マートグランドステージに僕今寄ってきました。いつも通りのグランドステージさんでした。まあそう？絶対面白いと思ったけどな。いや僕動画今サムネとタイトルにめちゃくちゃ時間かけてるんですけど、考えてるだけの時間で言うと、もうそれがほとんどっていう感じ。編集はまあただ単純作業で、何も考えないでやる作業は単純作業としてまあ時間かかるんですけど、動画の全体の構成とかどうするかとかの中で一番考えるのはサムネとタイトルなんですけど、サムネがまず思いつくやつは僕今まで大体当ててきてるんですよ。あ、もちろん僕の中でですよ。 YouTube 全体とかスニーカーYouTuber の中で言ったらめちゃくちゃしょぼいけど、再生数、僕の動画の中で言えばですけど、それがこの、ごめん、もう店の中入っちゃった、なんて言うんだっけ、紫スポーツさん、今横断歩道を渡った向こう側に見えてた紫スポーツさんに入ってきました。サムネ、まずサムネありきの動画って僕大体今まで僕の動画の中で言えばいい成績だったんですけど、それがまさに前回の動画、昨日の動画、ドーバーの店前でゴッテム画面があるっていう、まずあの絵が浮かんだから、あもう今回当たったなと思ったら、っていうかこれ、おい、スニダンさんの横、誰だこれは。まあ、スニダンさんにはお世話になってるからね、もう片付けていこう。スニダンさんとは関係ないけどね、横の店舗でした。どうしよっかな、カバンに入れておきますわ。回収していきましょう。これは俺もリストックみたいなもんだから拾っていこう。リストック、リスだから拾っていこう。これだ、どうする、リストックだったらみんなどうする、拾うでしょ。じゃあ拾うでしょう。リストックだったらそりゃ拾うけど、ゴミは拾わないか。リストックだと思えば拾えるよっていう話。無理があるよそれは、無理はある。でも潔いけどね、ここまでそのまんまだと。なんかもう現状維持に、現場保存みたいな、なんかほんと部屋の中みたいやん。だってなんか普通にそのまま食べたものと飲んだものそのまんま置いてるみたいな、一瞬部屋なのかなって思ったけどね、だから持ってっちゃいけないのかなみたいなね。はい。で、東京23入っていきます。で、そうだ、今日は、ジョーダン1のミッドとローがリリース日なんですよね。なんかどうやらあのローは店舗ではリリースないようなんですけど、ゲリラで売ってたのを購入した画像を上げてる方がいたんで、どっかでゲリラで出たんですよね。だからワンチャンあるかなと思ったんですけど、多分ローはなくて、ミッド取りたいなと思って出てきたんですけど、いや、ないな、東京23でも。で、こちら、ローがありますね。結構
前にリリースされたやつですけど、これ今日リリースされたミッドのローバージョンみたいな感じですよね。なんで全くずれた時期に出したんでしょうね、これ。で、こういう時って普通ローの方が人気ちゃうと思うけど、なんでだろう。このローは結構前に出て、そんなに売れないまま余ってて、なんで今回のミッドだけ人気あるんですか？で、ほとんどの店舗が通常販売なんですよね。東京では。通常販売だから、全然あると思って、って言ったらね、東京23でも聞いたらもう完売したらしいです。もうすぐ開店と同時に並んでて、もうそれで完売っていうらしいです。いや全然だから、あのローがあるからもう余ってるから、今回も普通に取りに来れんだろうと思っちゃってたな。この動画でも言った、このミッドだって普通にすぐ完売はせずに残ってるから、大丈夫だろうと思っちゃってたな。なんで完売してんの今回そんなに。この時は表参道アトムスブルーさんにも行ったけどなかったですね。どうやら並んでる方が結構いたらしいです。だいたいアトムスさんで言うと各店10足ずつみたいなぐらい、もう並んでる方でもうその日すぐ完売になってたって言ってましたね。なんでその今回のこのモデルそんなに人気なんすか？並んでそんな速乾するんだろうな。結構な人数が並んでたらしいんですよね。あれ何っぽいとかあります？不思議ですね。で、今はナイキ原宿に向かっております。ナイキ原宿は数日前にあれがリストックしてたみたいですね。ジョーダン1のちょっと前にリリースされた、千葉さんも買ったって言ってたミッドとローのオメガっていうモデル、あと南カルフォルニア大学のあのモデル、あの3種類がゲリラリリースしてたみたいですね。今日もなんかあるのかもしれないということで向かっていきます。まず1階のウィメンズフロア、これが意外となくならないんですね、ウィメンズサイズとはいえ。このエアフォースワン、これはウィメンズのフロアですけど、見たことないインラインが出てるなと思って、これかっこいいですけどね。あと最近緑が速乾になって、ナイキがダンク人気に乗っかって派生モデル出してるやつですね。それの茶色がありました。あと2階でメンズフロアに来て、これがまだ残ってますね。これもまたダンクの派生モデルの別バージョンですよね。そういえばそうですね、これもダンクの派生の別バージョンだ2回言ったな。めちゃくちゃダンク人気に乗っかるやん。そういうのって意外と滑るんですけどね。今回は割とヒットしてるんじゃないですか。ジョーダン1ズームとかは最初以外全然売れないけど、このダンク派生モデルはちょこちょこヒットと出しますね。ニケと記念撮影ですね。で、見てきたんですけど、特にストックはなかったですね。何の話してたんでしたっけ？そう、前回の動画がね、めちゃくちゃ滑ってるっていう。普通滑った動画のことは言わないけどね。あれ、リアルタイムだからね。リアルドキュメンタリー番組だからこそ言いますよ、それは。サムネね。僕みたいなもんは、サムネとタイトルがほとんどみたいなとこありますからね。トップ層の方々は、顔とスニーカーと出しとけばいいですけど、それが許されるのはトップ層の方々だけですからね。いや、でも実は僕もそれやってたんですよ。僕もこういう風にやってたんですけど、僕の動画見てみてください。こういうやつ、僕もう一回もやってないです。ここ何ヶ月か。今思えば、もうそりゃそうなんですけど、このサムネ、やっていいのって本当にその人である程度数字が取れる人なんですよ。人で。でもあれそのままやってる人いや違う、別に誰とかじゃない、違う、別に誰とかじゃないっす。誰とかじゃないし、スニーカー YouTuber の、ましてやスニーカー YouTuber の話でもない。なんとなくの話。男って浮気するよねみたいなやつ。数字が改善されないのにそのまんま同じことやってる人ってまあそうか、まあまあ趣味か、趣味っていうこともあるな。僕がガチすぎるっていうこともあると思う。趣味というか、まあ副業になればいいなぐらいの感じみたいな。僕が人生かけすぎてるっていうのはある。確かに僕のチャンネル多分ちょっと臭いですもんねなんか匂いますもんね、多分僕の動画開くと多分血の匂いがすると思う。血ヘドの匂いがまあ僕はちょっとそれぐらい魂削りすぎてるっていうのはあるけど、なんかうまくいってないのにめちゃくちゃ人気の人と同じような口調で喋るみたいなね。なんかすごい自分が人気者の人と同じみたいなテンションで喋ってる人
うん、どういうつもりなのかなっていう。なんとなくの話、特定の誰かとかじゃない。ほんとくれぐれも、これは何回も言っとくけど。まあ、一言で言えば勘違いなんでしょうかね。どんなことに限らず、勘違いしてる人ってなんか、親ってなりますもんね。なんでしょうね。ナルシストみたいな。例えば。ブサイクなのにイケメンの振る舞いするみたいなね。昔の加納栄光みたいな。ラーメンつけ麺、僕イケメンの。まあ、あれはネタですけど、なんかそういうちょっと、現実と自分との距離が分かってない人ってちょっと痛いなってなるじゃないですか。僕はそもそもやっぱり自分が面白いなとは思えないですからね。だからそもそも結果が出てないから。だからめちゃくちゃ考えるんで、自分は面白いそのままでいいと思ってたら考えないですよね。そのまんまでいいと思ってるから。うん、僕も失敗しかしてない。だから今は僕の動画まあ再生アベレージまあ1万ぐらいですかね。だから僕は講座開けますもん。YouTube での動画再生数1万までの取り方なら。他のスニーカー YouTuber の方にはこれはできないことのはず。だって才能で言ってるから。いや、何も考えてないとかっていう意味じゃなくて、そうじゃないけど、その人のタレント力の大きさでそのまま伸びてるから、僕はほとんどタレント力がゼロの状態で、それ以外でどうするかを考えてやってきてるから、ほとんど計算でやってるから、こんなこと言わないよ、本当は。言っちゃダメでしょ。いや、全部のことを説明できるから、狙ってやってるから。YouTuber コンサルできますよ、僕。そう!そういうこと!僕の強み。落ちこぼれだからこそ、順調にいった人たちにはわからない、落ちこぼれの気持ちがわかるっていうこと。最初からタレント力で売れた人にはわからない、計算と努力でここまで来てるから、大体の人がまあ言っちゃえば、こっちが僕側ですもんね。元々の好感度があったり、その人が喋ってるだけで見られたり、そういう力を持ってない人の方が多いんだから、僕は落ちこぼれの人の気持ちがわかるよって話だから、これからも頑張るよってことで、でキス東京さんですけど、わかりました。あれキス東京さんの前にリンタロウさんいましたね。あのイグジットのいたんですよ。な、多分 YouTube の撮影してました。あんまり撮ると、そういうの撮るとあれですもんね。まあ盗撮っていうことですもんね。だからちょっと良くないなと思って、うん、外にリンタロウさんいましたね。で、あとこれ売ってたキス東京さんにも因縁のアクロニームブレザー。僕これ実物を近くで見るのは初めてですね。このマルーンは特に。ブラックはこの1個前の動画見てください。まだ見てない方はこの1個前の動画見てください。1個前の動画で話しかけていただいた方に黒は見せてもらったけど、このマルーンはこのドーバーさんに置いてあったのを見たけど、近くでは見てなかったんで初めて。うん、いや、やっぱりかっこいいっすね、これ。これいいですよ。いや、これはいいんだよな。なんか、かかとの部分がやっぱり気になるんでしょうけど、皆さん。これはね、いいんですよ。うん、あの、ドーバーストリートマーケット銀座さんね。うん、ドーバーストリートマーケット銀座?あれ、なんかあったんでしたっけ、僕。2個前の動画をちょっと見てもらうと、もしかしたらなんかあったのかもしれない。見てない方は見た方がいいですね。どっちかといえば、この1個前の動画が重要かなって思います。ちょっと再生数を1万回にしてもらわないと、はずいかなって。っていう、うん、いや、わかんないけどね。なんでっていうことじゃないけど、ちょっと再生1万回は超えてもらわないと、ちょっと、はずいなっていう。わかんない。なんか、でもわかんない。見てない方はちょっと見た方がいいんじゃない？何があったんだろうね、ドーバーさんと。ドーバーストリートマーケット銀座なんて言ったら世界的にもう有名なんじゃない？世界的なデザイナー、ディレクター、ファッションに精通する方が設計して、そりゃもう世界に通用するお店として作ってる。従業員の方もそれに見合う接客レベル、常識、そういうものを身につけた方々が働いてるはずですから、シュプリームとはわけが違うわけですから、接客のレベルで言ったらね、シュ
プリームさんは商品力は素晴らしい。だからちょっとわかんない。何があったのかちょっとわかんないから、ちょっと見てきてもらえます？1個前の動画。2個前の動画から見直してもいいかもしれない。背景が黒くて文字だけのやつね。よく YouTuber がやる詐欺サムネのやつ。皆様にご報告とか、ありがとうございましたとか、よくやるやつね、YouTuber が。ちょっと、それ、2個前から見てきて流れで、その次の動画、ここから言うと1個前の動画を見ていただいて、ドーバーストリートマーケットでこう、店舗の前でゴッテムって出てる画面ね、のやつ、のサムネのやつ。ちょっと、1回見て、出て、1回削除してから、もう1回立ち上げ直して見る。それを、まあ、5回は繰り返そうか。楽しいんじゃないかな。って思う。逆にね、みんなでやれることって楽しいじゃん。大体僕はぼっちだから全然その楽しさわかんないけど、僕はぼっちだからね、僕みたいなもん底辺がこれを聞いてやってくれる人はいっぱいいるから、3人はいる。世界に発信してるんだから、この YouTube は世界中の人が見れるようになってる。 YouTube で3人はいるよ。僕もやる。言うわ、もう僕もやる。言う、こんなこと言ってる人いる？自分で自分の再生回数増やすよなんて言うやつ。いる？いねえよな。こんなこと自分で言っちゃうやついる？いねえよな。言っちゃうわ。僕もだから、僕で、200回頑張る。僕は200回頑張るから、無職だからね、暇だから。みんな100ずつ頑張って、僕が200でしょ？あとの3人が100ずつ300。500回は行くわけ、あと。わかった。それで行こうか、じゃあね。それで1万回なんとか、形にしよう。あ、僕で、テレパシーがあるんですよ。急な話だけど。僕、テレパシーがあって、今、これを聞いてくれてる、あなたが何を考えてるか、全員当てます。一人残らず、全員今何を考えてるか、僕は当てることができます。今、あなたは、ずっと何言ってんだ、こいつ。と思ってましたね。なんかね、ABC マートグランドステージの中の前にね、めっちゃ人いんの。さっき僕 ABC マートグランドステージ一回この動画の最初に行ったやん。で、今キス東京さんまで歩いて行って、それでまたぐるっと戻ってきたんですよ。夕方4時ぐらいかな。めっちゃ人いんの。なんで？どういうこと？アジアなん、ここ。韓国のあの屋台かなと思っちゃった。何があるの？ ABC マートグランドステージ。で、店舗中入ったけどね、今別に、ない、特に。なんか待ってるってこと？全然わかんなかったんですけど、これもしかしたら、これ後日 SNS で上げてる人がいたんですけど、グランドステージでこのモデルがリリースしたらしいんですよ。ゲリラリストック、ゲリラリリース。だから、そういう、なんだろうな、それのゲリラ待ちの人なのかもしれない。なんで知ってるんっていう感じだけどね。っていうことで、僕も相当待ちました。なんかあるのかなと思って、でずっと一緒に待ってたらもうこんな暗くなっちゃって、結局僕が待ってる間には何にもなかったですね。なのでもしかしたら他の店舗ならなんかあるのかもしれないと思って、僕はここからまた歩いて渋谷のグランドステージの方に向かおうと思います。もうめちゃくちゃ歩いてる。もう3往復ぐらいしてんじゃない、この渋谷と原宿の間。なんかあれよと思って渋谷に着きました。センター街を抜けて、で ABC マートグランドステージ着いた。見てきます。はい、何もない。じゃあ次、あとも渋谷店行ってきます。はい、ない。続いてギャラリー2、渋谷。なんかあれ、何もない。じゃあ最後ゼビオ。ゼビオはジョーダンミッドあるよ、たまに。僕は持ってるから大丈夫。最後の最後来い。はい、ない。それでは今日もありがとうございました。今回は1万は行くでしょう。